おはようございます、本日もマウンテングラフィックを始めます。よろしくお願いいたします。今回登る山なんですけれども、越後三山只見国定公園は平ヶ岳を登ろうかなと思っております。こちらなんですけど、一応今私は新潟県の魚沼市の、ギリギリの県境におります。で、新潟から、尾瀬を目指すと、なかなか尾瀬を行く人多いかと思うんですけど、新潟から尾瀬、私は新潟から尾瀬です。で、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、今現在地ここですね。こっから、大倉山、平ヶ岳っていうような、まあ基本的に一本しかない登山コースになってます。で、もう一本ね、こうあるんですけど、こう行くには、なんかね、ここら辺にある、小屋泊まんなきゃいけないんですよ。で、ちょっとそこは泊まるのあれなんで、まあこの、ピストンを選びました。で、一応このピストンにつきましては、日本百名山の中で一番もう距離であったりとアクセスとかも含めて、めちゃくちゃ長い、過酷で、ロングな、コースかなと思ってます。まあちょっと言われてるだけなのかちょっとどうなのかわかんないですけど、楽しみにいろいろリポートしていけたらなと思ってます。じゃあ行ってきます。平ヶ岳、日本百名山を志した最初から私の念頭にあった。あまり知られていないが、十分にその資格がある。平ヶ岳は再び道のない山として、その美しい山頂が保存されるに違いない。日本百名山より。じゃあ簡単にコースタイムのご紹介なんですけど、大体、まあ地図ちょっとこちら見ていただきたいんですけど、上り6時間ぐらい、下り5時間ぐらいです。で、標高は多分1800アップぐらいなんで結構あって、往復、大体22キロぐらいかなと。で、最初はもうこんな、もうここ結構上がりました。最初から一気に高度を上げていくみたいな感じの山です。なんでストックとかで疲れを出さないようにやっていった方がいい、作戦を取った方がいいと思います。じゃあ行こうかなと。歩き始めて、約1時間40分ぐらいです。高野巣平ヶ岳、ちょうど真ん中の下大倉山まで来ました。多分ね、ここが核心部だったと思います。なんか、細い野生尾根と、結構もう手も使わなきゃいけない岩場っていうところがあって、序盤に非常に体力奪われる、そんな感じがしました。でもまだ、7.2 キロあると、しんどいですね。やっぱり、秘境中の秘境、平ヶ岳と言われるぐらい、あるなと思います。まあ、ちょっとどんよりとした雲なんで、絶景とまでは言わないんですけど、これはこれでなんか、山の奥深さを感じる天気かなと思います。これはもはやジャングルだな。来たこれ。はい、今、高野巣と平ヶ岳の間の大倉清水におります。一応まあ水場があちらにあるみたいです。ここまで来てまだ中間っていう、この衝撃。今んとこ、眺めないっすね。うん。約歩き始めて3時間半ぐらい経過しました。ついに、平ヶ岳っぽいの、捉えました。やっぱさすがに遠いですね。あと多分1時間以内には、山頂に行けるかなと思ってます。
ずーっと森の中だったんですけど、振り返ってみたら、すごいですね。人工物一切ないっす。もう、森っすわ。まあ、最後の登り、頑張りますかね。はい、あと少しで山頂のところです。なんか、ほんとザラザラしてて、なんか、つばくろ岳みたいですね。景色はこんな感じで、多分山頂の景色は望めないかなと思います。一応今、曇ってはいるんですけど、平ヶ岳の山頂、もう山の上ぐらいまで来てます。こっから30分ぐらい、軽く、こういう木道を歩くと、平ヶ岳に到着します。なんか地層がたくさんあるって話だったんですけど、まだ見えないですね。なんか綺麗な景色あったら映します。ただいま、姫池に着きました。姫池です。見てください。地層です。池です。なんかもう、このガスでなんか地獄みたいですね。本当はこれ、光とかあったら天国みたいにすごい綺麗なんですけど、今日は、あいにくですね。ちょっと怖い感じですね。よし、じゃあ最後、平ヶ岳行くよ。待っててくれ、85座目。歩き始めてだいたい5時間も経ってないと思います。百名山85座目、平ヶ岳到着しました。三角点です。で一応最高標高地点はここから5分地点にもありますので、そこも一応行こうかなと思ってます。なんですけど、一応この平ヶ岳到着いたしました。最大標高地点です。で、ここで書いてあるんですけど、頂上はなぜ広くて、まあ、平らかっていう、ところの理由がここに書いてあります。平坦な土地が隆起して侵食される以前の地形を今に留めていると考えられるらしいです。なんで、平らなところがそのまま隆起したっていうような形で、この頂上ができたとのことです。はい。じゃあ今回、平ヶ岳登山締めようかなと思います。平ヶ岳、まず平ヶ岳が百名山に選ばれた理由3つあります。利根川 の源流地っていうところ、あともう一つとしては、その特徴的な形、平らな、まあ、なかなかここまで平らな山がないっていうところ、あと3つ目、深田久弥さん の、まあ、登山する人たちがみんなもうね、平ヶ岳はいいって言ってたらしいです。私が一言、何も見えねえ。平ヶ岳の良さ全くわかんない。多分平ヶ岳どんな山だったって多分聞かれたら、地獄のような池がある山としか私は言えない、そんな感じです。まあ、いつかちょっと好天でリベンジしたいかなと思ってます。でもそのいつかがあるかっていうとちょっと確約できません。なんでかっていうと遠すぎる。遠い、車でも遠い、歩いても片道10キロおかしい。で、まあ、締めようかなと思ってるんですけど、まあ、山の上で締める理由としては一つです。鈴木おじさんがこんな天気悪い中動画撮ってても、ニーズありますか？おじさんがこうやって必死にやってるところ。なんで今回は、山頂で終わりにしようかと思います。今回もご清聴いただきましてありがとうございました。平ヶ岳、距離がひたすら長かった。そして景色はなかった。なぜ日本百名山なのか、その良さは分からなかった。それでも
ただ一つ昔ながら奥深い山だと心底知った。